私はウィンと申します。ベトナムから参りました。私はアンと申します。ベトナムから参りました。私はティランと申します。スリランカから参りました。私はミカと申します。フィリピンから参りました。京都は素晴らしい人々のおかげで私たちにとって美しいです。みんなは京都が大好きです。フィリピンやスリランカやベトナムなど様々な国から参りましたが、私たちはみんな日本をとても愛しています。これが一緒に勉強した理由です。私たちの学校は京都に拠点を置いています。京都への留学を選択することで、日常生活の前に日本の文化史を学び体験することができます。節分でマネーを投げたり、年賀状を受け取ったり、夕方を聞いたりすることができます。